ドイツの赤ちゃん、ポストチコ共和国のベイビーバックス、ボーランド赤ちゃんポストは、諸事情のために育てることのできない、新生児を、親が匿名で特別養子縁組をするための施設、及びそのシステムの日本における通称である。日本では唯一、熊本県熊本市西区にある、慈恵病院がこのシステムを採用しており、同病院では、コウノトリのゆりかごという名称を使用している。なお、 時計病院は、キリスト教のカトリック系の医療法人精通部会が経営する産婦人科病院で、東京時計会医科大学とは無関係である。日本国外でもこうしたシステムを採用している国や地域が多数存在する。現代においての設置数の上位国は、ドイツで100カ所、パキスタンで300カ所以上である。赤ちゃんポストの目的は、子供の生命を守ることと、 妊娠中絶や育児が困難である、社会的に孤立した状況にある女性が、殺人や遺棄などの犯罪を選択することを防ぐことに、ある。新生児は外界に対する適応力が弱く、捨てごとして、路上や施設前に放置されると夜犬などに襲われたり、低体温症、熱中症などで死亡する危険性があるため、これらの危険から保護するために設置される。 赤ちゃんポストの施設は屋外と屋内に扉が設けられ、中には新生児の入るくらいのバスケット程度の空間があり、冬は適度に保温され、夏は猛暑にさらされないよう工夫されている。この中に新生児を入れると宿直室の呼び出しブザーなどに直結されたセンサーが働き、職員がすぐさま安全に保護できるような工夫も見られる。ポストの内部には親向けに、 手に取り持ち帰れるメッセージカードが用意されている。このカードに、同ポスト設置施設や、児童相談所などの連絡先が記載され、後から親であることを名乗り出る際に役立つような配慮も見られる。日本国内においては、新生児は早急かつ安全に保護されて、叱るべきだという意見がある反面、匿名性が子供の権利条約で謳われている。 羊を知る権利に反するという意見もあるなど、設置に際しては、道徳や人道、人権などの観点から、多様な意見がある。時系病院が参考にしたドイツでは、バブクラップと呼ばれている。クラーパはドイツ語で、シデイタを指し、赤ちゃんポストのシデイタのような形にちなんだとされる。英語のベビーと、ドイツ語のクラーパを合わせた造語である。ドイツにおけるもう一つの呼び名として、 ベイビーウィッジがあり、美語はドイツ語で、ゆりかごを指す。時系病院が2004年にドイツを視察した際のドイツ視察報告の見出しでは、ドイツの施設の故障に、あえて訳語を当てずそのまま、ベビークラッペと表記し、これに続いて、言語の綴りを付きしている。時系病院理事長県委員長である。 ハスダフト氏には2018年のインタビューでも、私たちは2004年、ドイツのベビークラッペを視察しました。と語っており、ドイツの施設をベビークラッペと呼んでいる。英語ではベビーハッチと呼ばれる。イタリア語ではカルパーラビータと呼ばれている。また、中国語ではステルエー,ソー、ステルエーシンバコなどと呼ばれ、故障が定まっていない。日本語の 赤ちゃんポストという故障がいつ頃からどのようにして用いられるようになったかははっきりしない。上日の時系病院の視察報告の中で紹介されている2006年3月発表のビデオソフトは赤ちゃんポストドイツと日本の取り組みと題されており、少なくともこの時点で施設の趣旨に賛成ないし推進する立場の関係者も含めこの故障が定着していたことが伺える。 上記ドイツ語の故障、バブクラップを構成する単語、クラーパに、大、AM ブリフケイソンイコールポストノールの投函口の、フタという用法があることからの連想とも考えられる。慈恵病院は一貫して、コウノトリのユリカゴという名称を使用しており、寺院の施設を、赤ちゃんポストと呼んだことはない。慈恵病院理事長兼院長のハスガ大治も、次長、ユリカゴにそっと、 熊本慈慶病院、コウノ野鳥のゆりかごに託された母と子の命で赤ちゃんポストと呼ばないで、ここは幸福への出発点ですと述べており、寺院の施設を赤ちゃんポストと呼ばないよう訴えるとともに、子供を捨てる場所ではなく、救うための場所であることを強調している。また外部からも、設置に賛成の立場、慎重な立場の双方から、 ポストという故障に対し違和感が表明されており、将来的に異なる呼び名が付けられる可能性もある。社会福祉の専門家からも、新生児特命受け入れ窓口といった普通名詞が確立することが望ましいと指摘されている。時系病院の所在地である、熊本県の地方紙、熊本日日新聞では、当初は、 同病院の設置の動きをめぐる報道に際して赤ちゃんポストとしてきたが2007年3月3日付の紙面で以後、ノト鳥のゆりかごの名称を用いるとした2014年に放送された児童養護施設を物体とした日本テレビ制作のテレビドラマ明日、ママがいないでは主人公の一人である少女が赤ちゃんポストに預けられていたことから ポストというあだ名で呼ばれていたという設定などが問題視され、時計病院がこれに対して抗議し、精神的虐待、人権侵害にあたる、フィクションとしても許される、演出の範囲を超えているとして、番組の放送中止や内容の再検討などを求めた。この番組について、時計病院は2014年1月22日に、b b o の放送人権委員会に審議を求める。 申し立書を送付した。時恵病院のこの番組に対する批判と見解は、病院公式サイトにも掲載されている。古代ローマのオスッポダレイサントスピリト、病院ロンドンのステゴ病院。18世紀数世紀もの間、赤ちゃんポストの原型とも言うべき施設は、様々な形で存在していた。このようなシステムは中世及び18世紀から19世紀に、 かけてて広く普及していた1198年のローマでは、ローマ教皇インロケンティウス賛成により、フウンドリングホイールの設置を宣言し、女性が家庭において密かに子供を殺さないように配慮した。それはティベル川において、数多くの歴史した乳児が発見されていることが、裏付けている。しかし1880年代後半から次第に、姿を消してゆく。 ドイツのハンブルクでは1709年にある商人が孤児院の中にドラレイデンと呼ばれる施設を設置した。しかし利用者があまりに多く孤児院が経済的に養えなくなったため5年後の1714年には閉鎖している。その他に早期で有名なものはカッセルやマインツで設置されたものがある。大国や高大湯の口実などをもとに記された。 北斎文略には、18世紀後半のロシア帝国にも、帝都ペテルブルクと旧都モスクワに赤ちゃんポストそのものを備えた要員の存在が、その運用方法などと共にかなり詳しく記されている。20世紀初頭に、フランスに長期滞在していた松尾国之助は、私政児を密かに出産する施設名イズンマターネルズを著書で紹介している。 1952年以降は赤ちゃんポストが再び注目され多くの国で設置されるようになった。ドイツでは1999年にバイエルン州アンベルクのカトリック系女性支援団体によって始められ、現在では公私立病院など約100カ所にまで設置数が増えている。アメリカでは病院が窓口となる政府ヘ分が州によって定められている。 マルタの赤ちゃん、ポストドイツドイッツの刑法では、胎児の段階でも固有の生命権を持つとされ、受胎後12週間を過ぎると、例外的な状況がない限り中絶は困難である。また中絶手術には、医師以外の専門家への報告、相談が義務付けられている。以前は、非婚女性が我が子を殺した場合は、非婚女性の場合よりも、上場され、経済となる傾向があったが、 1998年に行われた児童殺害罪の改正によって未婚既婚に関わらず同等の罪となり中絶はますます困難となった。また同年にはヨハネ・パウロ2世がカトリック系の妊娠葛藤相談所に中絶手術に必要な証明書の発行を禁止する通達を出した。中絶の困難化によって発生する望まない出産をし困窮した女性を救済するため、 1999年にベビークラッペが作られた。ついで2000年にハンブルクの民間教育団体シュテルニパルクが開設し、全ドイツにキャンペーンを行い反響を呼んだ。以降はドイツ国内にて旧東ドイツ地域を中心に NPO、病院などにより次々に設置され、現在はドイツ全国約100カ所に設置されている。 ハンブルクでは2000年の開設以来5か年間に22人の赤ちゃんの命が救われた。ほとど地域では冬季に夜間の気温が氷点下にまで下がり、事前団体施設の前に放置された乳幼児が投資した事件が契機となって設置が進んだという事情も報じられている。しかし、ドイツでの赤ちゃんポストの存在は議論の半ばであり、法的にはグレーゾーンと言える。 2014年に成立した内密出産法の議論の際にも議題に上ったが、完全には合法化していない。ドイツの赤ちゃんポストの多くは、キリスト教系の福祉団体や公立、私立の病院が寄付金や補助金をもとに運営を行っている。ポストには監視装置などはなく、利用者の性別や事情などは一切不明である。 匿名性保持のためポスト間での情報交換の仕組みは存在しない。ポストの利用は直ちに管理者に通知され、応急処置とともに警察と病院に連絡が行われる。一般に保護された子供は民法、身分法、養子法の規定によって8週間以内に保護者が引き取りに来なかった場合養子縁組の手続きが行われるが赤ちゃんポストの子供の場合は 猶予期間を考慮せずに、養子縁組の手続きに入るため、比較的短期間に次の家族に引き取られる。その他アメリカの政府サレンダーサイトヨハネスブルグ第二次、世界大戦後、2から3年間にわたり、戦災孤児救済のため、東京都再生会中央病院に、ステゴダイという子供を置くためのベッドが設置されていた。児童福祉法制定後は、 孤児の数が少なくなったため1948年頃に廃止された。なお、再生会では1923年と古くから乳児院を運営している。1986年に金のなる岡学誠会の創設者の男性が群馬県前橋市内にある道会の当時の敷地内に6畳ほどのプレハブ小屋を建てた。小屋は天使の宿と名付けられて運営され、中央にある パイプベッドに赤ちゃんを置いて、匿名で預けることができた。累計で10から30人ほどが預けられたというが、1992年2月に置かれた赤ちゃんが死亡した状態で発見される事故が起きたため閉鎖された。2007年4月29日付の読売新聞によれば、職員の見回りが手薄になっている間に投資したとみられるとあるが、2007年5月8日付の 毎日新聞によれば、警察による検視の結果、病死として扱われたという。設置までの経緯熊本県熊本市西区にある慈恵病院は、1898年10月に、施設ハンセン病診療所、町インと同一敷地内に、フランス人のカトリック宣教師、ジャンマリー・コール神父と、マリアの宣教者、フランシスコ修道会の5名の修道場により、設置された。 自警診療所を前身とするキリスト教系の産婦人科病院である。自警病院理事長県委員長のハ田ダフ氏には2007年の論文でハンセン病救済という病院の由来とカトリック系病院としての使命を述べるとともに、コウノ野鳥のゆりかご設置の直接の契機でもあり、実現に向けて共に歩んできたカトリック系プロライフ団体生命尊重センター、 エンブリオ基金センターの活動を紹介し、ドイツのベビークラッペ視察と相談事業の実施、高校生への性教育などの実績を経て、ゆりかご設置を決断したという経緯を明らかにしている。1982年4月、マザー・テレサが2度目の来日の際に、日本は美しい国だが、中絶が多く心の貧しい国だと、人工妊娠中絶をなくすよう呼びかけたことを契機に、 1984年5月に生命尊重センターが発足した。1992年10月14日付の朝日新聞でドイツバイエルン州のエアランゲン大学病院が交通事故で脳死状態になった妊娠4ヶ月の未婚女性の体外で胎児が生きていることから出産までの延命措置を続けることを発表したことが報じられた。この記事を見て 生命尊重センターが支援を申し出たことが契機となり、翌1993年9月に、一口1円1億人への胎児応援ボランティア基金として、募金活動を開始。1998年10月に、エンブリオ基金と改名、受精後8週までの胎児を表す、エンブリオと、縁をかけて名付けた。2002年3月、NPO 法人、エンブリオ基金センター設立。 同年7月にドイツのベビークラッペと妊娠葛藤相談所を視察する。同年11月に全国27カ所で妊娠葛藤相談ヘルプラインを実施、以降も定期的に電話相談を実施する。翌2003年5月には熊本県女性相談センターに女性の心と妊娠に関わる相談窓口が開設された。2006年3月からは エンブリオ基金センター内に妊娠 SOS ホットラインが常設された。2004年に生命尊重センターと時系病院が共同でドイツのベビークラッペを視察し日本初の赤ちゃんポスト設置への道筋をつける。翌2005年には生命尊重センタースタッフの田口朝子によりドイツでの視察機として赤ちゃんポストが出版されている。生命尊重センター エンブリオ基金センターは2005年7月政府に対しお腹の赤ちゃんと妊産婦を守る相談窓口設置要望書を提出翌2006年4月の家族地域の絆再生政務官会議 PT からあったかハッピープロジェクトでは妊娠相談窓口と赤ちゃんポストの必要性を提言また2006年3月に啓発ビデオ 生命尊重学習ビデオ3赤ちゃんポストドイツと日本の取り組み同年11月に生命尊重ビデオ6赤ちゃんポストを制作している。翌2007年5月10日、日本初の赤ちゃんポストとなるコウノトリのユリカゴが時計病院に誕生した。生命尊重センターは2014年に創立30周年を迎えた。生命尊重センター エンブリオ基金センターでは、現在も、啓発と相談、支援事業及び募金活動を継続している。設置と相談窓口の開設時計病院は、2006年12月15日に、河野鳥のゆりかごの設置申請を、熊本市に提出。翌2007年4月5日に、市は、この申請を許可し、2007年5月1日に、完成。 5月10日正午から運用を開始した。同時に、時系病院は予期せぬ妊娠や赤ちゃんの将来などについて電話やメールで相談できる窓口、SOS 赤ちゃんとお母さんの妊娠相談の運用を開始した。ゆりかごのイメージが強い本病院の試みであるが、実際には妊娠した女性への対応は、ほとんどが SOS 赤ちゃんとお母さんの妊娠相談などの電話やメールでの 相談窓口で行われる。病院側は、ゆりかごはあくまでも緊急避難のためのものであり、相談事業の SOS 赤ちゃんとお母さんの妊娠相談がメインで、ゆりかごはその付帯設備であるとしている。当初は年間数十件だった。相談件数は2013年度は1445件になり、2014年には前年に放送された。 TBS のテレビドラマ、この鳥のゆりかご、赤ちゃんポストの6年間と救われた92の命の未来の影響もあり、約3倍の4036件に激増した。相談は、電話がほとんどで県外からの相談が約7割、インターネットで相談実施を知った人がほとんどだった。ゆりかごは、病院東側に設置されており、60センチメートル、50センチメートル台の、 扉があり、内部は保育器が設置されていて、常時36度に保たれている。扉の中には、時計病院からの相談連絡先などが書かれた、お母さんへの手紙が置いてある。子供が入れられると、アラームが鳴り医療従事者が駆けつけ、時計病院の医師が健康状態を確認する。防犯カメラが設置されているが、親の匿名性を守るためこの身しか映らない。 子供の連れ去りなどを防ぐため、扉を閉めると、自動ロックがかかり入り口側からは開けられなくなる。ゆりかごが設置された2007年当時の塩谷義子、熊本県知事は、かつて、熊本市内の乳児院、自愛園乳児ホームの園長であった。2007年5月29日、高山聖主熊本市長は、高野鳥のゆりかごの運用状況について、 1> 年一回件数のみを公表するという市の方針を表明した。時系病院は運用開始から6ヶ月後の11月に預かった件数と子どもの健康状態について公表する方針とした。設置後の利用状況時系病院では新生児の預け入れを想定していたが、2007年のコウノトリのゆりかご設置後に初めて預けられた子どもは3歳の幼児であった。 運用初日の2007年5月10日正午の2から3時間後に県外から連れて来られたと見られ父親に連れて来られて赤ちゃんポストに入れられたと話したため熊本県警は保護責任者遺棄罪に当たるかどうか調査した2014年1月に行われた同病院のハ田ダフトに医師による講演によれば2007年から2013年11月30日までに 同病院が相談を受けたケースのうち特別用紙、縁組に至った190件中43件が若年層の妊娠によるもので23%の母親は15歳未満であったという。中には合間の被害者や小学5年生の出産のケースもあったという。相談を重ねた結果、自分で育てることにしたケースが235件あり、 その他も含めて453人の赤ちゃんの命が中絶などから救われた。自家病院は、河野鳥のゆりかごの活動により、公益財団法人社会貢献支援財団により、平成26年度社会貢献者表彰、社会貢献の功績を受けている。河野鳥のゆりかごでは運用開始以降にから3年を機に、検証報告が行われており、2017年の 報告で4回目になった。2017年9月23日に、熊本市の専門部会が公表した報告書では、問題点として、自宅出産の保護例の急増、出自を知る権利の問題などが挙げられている。自宅出産の割合は1.2回目の検証では3割弱だったが、3回目は60%、4回目は79%と、大幅に増加しており、 体重1500グラム以下の低体重児や母親が、自ら、へそのを切ったなど危険な事例もあった。2017年の熊本市のまとめによれば、ゆりかご運用開始以降、同年5月時点で預けられた子供130人の、うち103人の実親が、判明、26名が身元不明で、判明した実親は九州のみならず、北海道から全国に居住していた。 死専門部会の部会長である関西大学教授の山形文治は記者会見でこの命を守ることと執事を守ることをどう両立するか国を挙げてしっかり考えてほしいと発言し実名化と秘密保持を両立する方法が必要と指摘したが時系病院のハスダ氏ト院長兼理事長は知られるくらいなら死ぬという人が現実にいるのだから匿名性は必要と語る また預けられた子供130人のうち28人と約2割が施設養育となった点も指摘された。子供の半数近い48%が養子縁組または里親家庭に託され29%は乳児院などの施設で養育されていた。実親による引き取りも18%あったがトラブルもあり、里親が預かって2年後に児童相談所から 子供を返して欲しいと実親が名乗り出たと言われたケース、生みの親が引き取った後に支援の手が届かず、母子無理侵入したなど、最悪の結末もあった。熊本市専門部会の報告書では、解決策としてドイツで実施されている内密出産制度に言及し、解決策として国に働きかけるべきだ都市に求めた。入事死体置き去り事件2014年10月3日の夜、 ノ野鳥のゆりかごに母親が死産した新生児の遺体を置き去りにするという乳児、死体遺棄事件が発生した。時計病院では直ちに児童相談所に連絡、同所から警察に通報された。病院職員がたまたまゴミ出しに出ていて目撃したことから母親が判明し、母親は死体遺棄罪容疑で熊本南警察署と熊本県警機動捜査隊に逮捕された。 2007年のゆりかご設置後、子供の死体が入れられたのは、これが初めてであった。警察の調べによれば、母親は同年9月30日早朝に自宅浴室で出産したが、子供はすでに死亡しており、死因は解剖の結果、分娩時に胎児が賛同を通過した際の頭部圧迫による頭蓋内出血とされた。調べに対し母親は、産んで育てるつもりだった。 同居する家族には妊娠を隠しており、知らなかった、亡くなった赤ちゃんが可哀想で、供養してくれると思い、ゆりかごに置いたと供述した。時計病院の蓮田太フにシ院長は逮捕後の記者会見で、当院では育てられない赤ちゃんを預かるため、設置しており、亡くなってから預けたのは、理解できず非常に残念。どうして生きているうちに預けなかったのか、悔しい思いというか、 非常に残念な思いで、いっぱいと語った。母親は逮捕後に起訴され、翌2015年1月20日に、熊本地裁で執行猶予付き有罪判決を受けた。母親は、両親と小学生の男児との4人暮らしで、両親は妊娠と出産を知らなかったという。時計病院公式サイトでもこの事件について衝突し、当初は、 赤ちゃんがかわいそうでお母さんの行為が理解できなかったが、操作内容が明らかになりお母さんが悩み苦しんだ状況が分かった。妊娠中に当院に電話相談をしてほしかった。分娩中の危険を回避し無事に出産できたかもしれず、分娩後も協力できることはあったと思うと、事前に匿名相談してほしい。子供が生きているうちに、ゆりかごに託してほしいと強く訴えている。 内密出産受け入れ開始前日の事件から5年後の2019年12月7日、時計病院のハ田健県副委長は記者会見を開き、同病院で匿名妊婦を受け入れ、事実上の内密出産を直ちに実施すると表明した。費用は病院が負担し、あくまでも緊急避難として、子供の息や殺人、母子の命に関わる自宅などでの孤立出産を防ぐ。 ための取り組みとして開始する。日本国内では内密出産の法整備は進んでいないが、ハ田健県副委員長は事例を重ねないと法整備は進まないので腹をくくって始めると語った。同様の事件が今後も起こり得ることを有料した時系病院では熊本市と協議を進めてきたが進展しないため、独自に実施に踏み切った。 熊本地方法務局は内密出産に基づく戸籍の記載は現行法の解釈で可能との見解を示している。子どもの権利条約が掲げる出自を知る権利との兼ね合いも問題視する意見もあったが、時系病院の蓮田太志に理事長県委員長は、子どもの生きる権利が最も重要で優先されるべきとして、ところが皆さんはすぐに出自を知る権利と言われるのですと述べている。 なお、特命出産受け入れ決定前の2019年10月時点で、ノ野リのゆりかごにかかる運営経費は年間約2000万円で、寄付金以外はほぼ時計病院が負担している。マスメディアとの関わり時計病院のノ野リのゆりかごについては大きな話題を呼んだことから、テレビ番組などマスメディアでもたびたび取り上げられている。2013年11月25日には、 TBS 制作のテレビドラマ、コウノトリュのゆりかご、赤ちゃんポストの6年間と救われた92の命の未来が放映された。当時はプライバシー保護の観点から、TBS 側はドキュメンタリーでの制作は困難と判断し、実は大元にしたフィクションとして制作された。熊本市を舞台とし、病院名は聖母子病院という設定になっている。 制作にあたり時計病院のほか、系列局の RKK 熊本放送、熊本県及び熊本市のフィルムコミッション、熊本市交通局など地元の全面的な協力を得て撮影された。TBS のテレビドラマ放映にあたり時計病院は、子供の息、殺人という最悪の事態を防ぐための最終手段としての、ノのトリのゆりかごの存在をまず知ってほしい。 子供を託す親も様々な事情を抱えており、善悪や賛否はともあれ子供が預けられ、その子供たちが成長しているという現実を広く社会に知ってほしい。子供たちのためにどうすべきか共に考えてほしいという胸のメッセージを公式サイトに掲載した。このテレビドラマ放映の影響により2014年は同病院への相談件数が増加した。NHK テレビでは 継続的に取材を続けており、2015年4月から、ノンフィクション番組として放送している。クローズアップ現代では、ゆりかご設置8年目の2015年4月7日に、ポストに託された命から、赤ちゃん100人のその後からとして放送し、設置10年目の2017年6月8日には、僕の生みの親は、どこに ?10 年後の赤ちゃんポストとして放送され、番組中では、 ノの鳥のゆりかごに預けられた後に成長した少年がインタビューに答えた。また NHK 教育テレビ、イタブ特集、ハートネット TV などでも複数回放送されている。NHK の番組での取材内容は、NHK 出版新書551、なぜ、我が子を捨てるのか、赤ちゃんポスト10年の真実としてまとめられ、2018年5月8日に出版された。 この新書には2017年のクローズアップ現代で放映された少年のインタビューも収録されている。少年は佐藤家庭に引き取られ大切に育てられているが、新生児ではなく幼児の頃にノト鳥のゆりかごに預けられ、その時のことを鮮明に記憶しており、ゆりかごに置き去りにされた瞬間をルーズリーフに描いて勉強机の引き出しにしまっているという。少年は NHK の取材に対し、僕をポストに入れてくれなければ、お父さんとお母さんと会えなかったと思うし、この家で生活することもできなかった。道端に置き去りにするんじゃなくて、ポストに入れてくれてよかった。赤ちゃんポストに入れてくれたから、今の僕がある。ありがとうと言いたいと答えている。一方で、少年は自分の生みの親がわからないことで混乱し、 どんな人だったのかと悩んだ時期もあったと告白し、写真を1枚でもいいから、赤ちゃんポストの中に一緒に入れて欲しかったと語っている。大阪市、インターネット赤ちゃんポスト不許可に、大阪府大阪市安倍野区半南町の NPO 法人全国親子福祉支援センターが運営していた、インターネット赤ちゃんポストについて、大阪市は、 営利目的であるとして2019年3月19日付で特別養子縁組あっ事業の不許可を決定した。2018年4月の民間圧っ機関による養子縁組の圧っに係る児童の保護等に関する法律施行により、養子縁組あっ事業は自治体への届け出制から許可制に変更されたが民間圧っ事業が不許可とされたのはこれが初となる。 インターネット赤ちゃんポストは赤ちゃんマッチングコウノトリとして実母が要求する生活費などの条件を承実して養親を募集し養親希望者は月額利用料3000円のマッチングアプリを見て子供を探すシステムで養親が払う金額はおよそ150万円から250万円程度であった出産前から実母の生活費を養親希望者に負担させ また実親が養子に出すのをやめた場合は支払われた生活費の返金を求めて撤回させにくくしていることから金銭で子供が手に入るシステムまるで人身売買と専門家から問題視されてきた同法では営利目的の養子縁組圧旋は認めず民間事業者が養子希望者から徴収できる費用も法で定めており実親の生活費を養親希望者に負担させることは 違法となる同 NPO 法人は2018年9月21日付で、大阪市子ども青少年局子育て支援部、子ども家庭科に、養子縁組斡旋事業許可を申請したが、市が実態を審査した結果、同 NPO 代表者が株主である、株式会社、日本親子福祉支援機構株式会社と一体で、行う、営利事業であること、無許可で、 全国各地の実態のない、支部が事業を行っていることなどから事業を不許可とした。これにより、同 NPO 法人は2019年3月19日から、養子縁組やっせ事業を休止した。これに対し NPO 法人は、大阪市の事実誤認と、悪質なこじつけ、不許可決定に対する不服申し立てを行い、裁判で争う準備を進めているとしている。長裁判には、 時間がかかることから、特別用紙、縁組あっ団体開業新設フルサポート &100 万円、無利息融資しますの公募として、公式サイトには、当団体は、今後新たに、特別用紙縁組あっ事業を行う個人や、法人様に、ノウハウの提供や、資金的援助、運営コンサルティングとして、社会貢献をしていく方針を固めました。以下の条件で公募いたしますので、 ご希望の方はこのページ下部の申し込みフォームよりお申し込みくださいなどと記述されている。また、インターネット赤ちゃんポスト及び同 NPO 法人に対しては2015年に時系病院の公式サイトに赤ちゃんポストを語って特別養子縁組を募るサイトがあります。時系病院やコウノトリのゆりかごとは無関係です。という記事が掲載され無関係であるばかりか。 活動内容にも大きく、隔たりがあることを厳しく指摘していた。第一に、同 NPO 法人が、忠実を考えられている方へ、産んでくれたら、最大200万円相当の援助がありますと、歌っていることに対し、赤ちゃんの命は大切ですが、当院の電話相談の際にお金を、交換条件として提示することはありません。と反論している。 第二にマッチングアプリという安易な方法で営利目的の養子圧線を行っている点を挙げ、サネチカさんは無料で登録されるが、養子候補さんには毎月課金される。マッチングが成立すると50万円の負担金が養子候補さんにかかる。広告を購入すれば養子候補の検索順位が上がるオプションも検討中。このシステムにより年間に億単位の収益が見込まれる。 なお、厚生労働省は営利目的の圧戦を禁止していますが、億単位の収益事業計画がそれに反していないか、議論されるべきだと思います。赤ジャンポストを語って、特別養子縁組を募るサイトがあります。慈恵病院や、ノトリのゆりかごとは、無関係です。医療法人性都深い慈恵病院公式サイトとして、批判している。第三に、 代表者が3年程度で事業を売却予定とホームページで公言している点も無責任であるとし、今後不審なサイトを発見なさった時には情報をいただければ幸いです。と結んでいる。これに対して同年11月13日に同 NPO 法人の公式サイトに熊本時計病院の告知についてと題する反論が掲載されたが、現実には大阪市による 養子縁組合戦事業不許可による事業停止とその後の丸投げ的な開業フルサポート公募なる展開により時系病院の懸念と批判が現実化した形になってしまった。認定 NPO 法人フローレンス代表理事で内閣府子ども子育て会議委員の駒崎博樹はこのような不適切な事業を取り締まるための法律が正しく運用されたとして 大阪市の不許可決定を高く評価している。肩書きはいずれも当時、ありがとうございます。